人に助けてもらうだと、そんな夢みてえな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。あの巨人についてどこまで知っているんだ。ま、助かってからでいいだろ、そんなこと。そう、まずは助かってくるんだ。はあ、あいつが俺たちに興味がなくて助かったぜ。どうせ俺たちであの巨人を援護するか。正気かよ、巨人を助けるだと。あの巨人すげえな。何を助けるって。ミカサ、早く逃げないと。あの巨人、あの巨人の謎を解明できればこの絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと、例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう。どんな大砲よりも強力な武器になると思わない。味方だと本気で言ってんのか。さすがに力尽きたみてえだな。
エレンだ。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。